そういうこと。ほい、やばー。どうも、ステヨです。本日は2024シリーズ2アニバーサリー第1弾で登場したフラン・ミル・レイエス選手使っていこうと思います。ついにプロスペース初登場となったこちらのレイエス、皆さんが一番この2024シリーズで待ち望んでた選手なんじゃないかなと思います。今年加入1年目でなんと打率2割9分ホームラン25本、もうこういう選手をここ数年ずっと待ってましたね。でその成績なんとこのプロスピにも反映されてます。早速能力見ていきましょう。弾道パワーヒッターのミート74、パワー81、走力66、規定乗ってないんですけど、まあ、2割9分っていうところとメジャーでもかなり実績あったのでパワー数値が高いですね。そして走力もちょっとびっくりしました。メイン適性ファースト、特殊でファースト B いけます。この守備積極と走塁積極ってところ、これなんででしょうね。あと登録外野なのになんで外野適性ないの。特殊能力が超パワーヒッターフルスイング回躍動。この新特殊能力躍動は打者だと発動率 100% でミートプラス1だけです。はい、なんとこのレイエス獲得によって見てください、日ハム外国人オーダーオール S でカタカナ軍団組めました。今日はこちらの打順でやっていこうと思います。2番レイエスでいきます。ついにプロスピエースに初登場フラン・ミル・レイエス、規格外のパワーを大谷超えを目指してホームランわっしょーい。さあ行きましょう。まずは一山田ブンソン。そうです、ブンソンとレイエスが今年、まあ、野手で加入して、ブンソンはホームラン0打点0、それに対してレイエスはホームラン25本。ブンソンも打てるんだよ。さあ初めてのレイエス、あれ全然パワー上がんないやん。そしてまずこのレイエスの打撃フォームですね、これ汎用フォームですね。そしてやっぱり、まあ、ちょおバンド並みではないんですけど体型がごつい、ちょいごついですね。で、バットの色はオレンジなんですね。で、この躍動っていう特殊能力が多分これからずっと発動すると思うんですけど、ミートがプラス1しか上がんないっていう、これどういうことでしょう。もしかしたら通常版で万里男とかね、ついてくれた方が、そっちの方が強いかもしれないですけど。いや、まさか通常の第三特能目に、広角打法があるとか、もうそれは、ただの罠。罠です。マリオカートのバナナ。でレイエスの好きな食べ物のバナナ。ほい、逆方向、うわー、でも飛ぶ、十分飛びますね。いや、よーし。そしてブンソンが早すぎる、この男。いや、とりあえず、まあ、ちょっと特殊能力出てなかったんで、まあ、こういうヒットで許してください。早い打球、松井裕樹はこれ絶対新シリーズ。ほそー、やばい、何しとん。よし、タイムリー。これどっちの方が威圧感強いかな。いや、どっちも威圧感。おお、惜しい。あちょー、えぐ、広角出てなかったよ。逆方向、ふわー。そして前回の動画、ウルフの動画で大活躍でしたこのレアード、今回もスタメンです。ちょ、ビアネーバーお休み。いやー、マジか。レイエスの守備も見ていこうかなと思います。まあ、ファースト E の積極なんで、まあ、ファーストはそこまで守備適性は、なるべく広い方がいいですけどね。まあ、満足っす、E でも。レイエス、よし。やばい、うわ。よし、レフト。OK! OK! OK! OK!オッケー、はあ、どういうこと。よし、まあさすがのウルフでしたね。優勝目指して頑張ります、フィーバー。2戦目女子、肩の力抜いてバウアー VS ブンソン。いや、もう全然飛ばない。そしてエスコンの、うわー、エスコン特の全部出ましたね。これそうですね、パワーヒッターフルスイング発動でパワー99。現役選手で現役選手の初登場で、これね、パワー S いける選手とか今までいたのかな。間違いなく今年の当たり助っ人ランキング1位なんじゃないですかね、レイエスは。
いいですね、選球眼。このレイエスもね、やっぱ選球眼が、その、後半戦活躍した時からね、選球眼がものすごく良くなって、やっぱね、二軍で鎌ヶ谷で培った努力が、本当ね、すごいですよね。ボールかい、今の。いけ、走塁積極。これ走塁積極だから、これもしかしたら、二塁のアウト増えるかもしれん。どんな打ち方やねん。保存。ナイス。いや、飛びすぎ。え？はい、まあ、こういうヒットも挟む。いいね。あれ？わ、うま。ボールかーい。ちょ、なー。やばい。あ、入った。あ。ちょ、ポーンっすよ、お前。大丈夫か？抑える方がしんどいですね。この球場で抑えるの。うん。よし。ブンブンブーン。2打席目ですね。さあ、まあ、ミート下げられてますが、なんとか。ちょ、これ、盗塁します。まず、盗塁してチャンス作って、やばい、ノーマル。あべあべあべはっ、え？許してくれやせんよって感じですね。おい、ブンソン、おい。さあ、またパワーヒッター発動しました。で、なぜ広角がつかなかったのかなと、まあ、考えてるんですけど、でも絶対フルスイングか広角打法どっちかつけるっていう、まあ、選択肢だったと思うんですよね。で、やっぱさ、まあ、今年万波選手が広角になったし、まあ、去年もちょっとパワー比広角の選手多く出てきちゃったし、そういうこと、そういうこと、フィバー、そういうこと、フィバー、えぐー、全然突なしでも打てます。メンディフィバー、おバンドも高速スライダーをパー、はい、ブンブン、よし、特の全発動しました。パワープラス18ってなってましたね。で、目指すはやっぱ逆方向ホームラン。ホームラン！ あれ意外とレイエスの走力が、評価されててびっくりしました。なんでちょっと盗塁してみます。もう余裕ですね、これ。入るんちゃう？うわ、プルヒ。あ、はい、ボールか？いやー、やば。あ、超える。おー。もうやばい。ああ。いいね。スレッジ外そうと思ったんだけど。お、入った？わあ。レアード打てないんで、この選手皆さん忘れてませんか？そう、イースラー。イースラーもね、オーダーに入るところなくなりました。てか、もしレイエスが外野適正あるんだったら、レフトレイエスでファーストアブレイユにしたかったんですけど。パワー終わっとる、本当に。ドバンソン。さあ、フルスイング発動きました。まあ、どっちから特能出れば、パワーは90いくと。で、まあ、今年のレイエス、まあ、いろんな試合すごい印象に残ったんですけど、まあ、一番、まあ、どのホームランもすごいけど、楽天戦の逆方向の満塁ホームランだっけ？なんかすごい試合だったんですよね、その試合。なんかその後、フランコにもホームラン打たれてたし、すごい試合だったんですけど、まあ、あの試合が、うわ、ヒットかーい。なかなかここ数年でファイターズの助っ人外国人、まあ、ずっとね、こういう選手やっぱ待ち望んでたんで。いや、もうこれは、あと10年ぐらいね、いてもらいましょう、皆さん。本当に。応援。応援フィバー！そういえば、ハンソンと、あれですね、レイエスなんか同じドミニカなんで、ワンチャンドミニカで共演するかも。やばい！めっちゃ打ってるホームラン。イエーイ！さあ、スレッジ出ました。このスレッジをちょっと外そうかと。突入なんでね。お、やばい！やばい！やっぱこのレイエスはやっぱアブレイユ2世ですよ。ミチル・アブレイユ。全く能力もほぼ一緒だし、ファーストだけ守れんのも一緒だし、特能もほぼ一緒だし。でも個人的にはアブレイユめっちゃ好きなんで、アブレイユも使いたいけどレイエスも使いたい。どうしましょう。ふや！うわぁ。飛ぶでしょ、これ。いや、めっちゃ飛ぶ。何これ。光学、あります？おい！その上を行かんでくれますか？ああ。
はい、ブンブンブン。さあ、結構高確率で特能全部出ますね。さあ、あとはバットに乗せて宇宙間、まずは盗塁、分尊盗塁。いや、もうこのヒットしか打てん、くっそー。お、一旦っちゃうこれ。うわー、取られるんかい。お、いいね、絶好調。ちょ、まあ、何そのヒット、も怒られるよ。またやってもうた、ほんまに。さあ、モイネロ VS、 さあ、この外国人打線。なんか毎回この企画やると、あの、外国人ピッチャー投げられますよね。ほいほいほい、スレッジフィーバー。一番打ってない今日。俺行った、おー、行った、パワー。わー、続かんかった。ちょ、ここ打たんとレイエスに回んないんで、ちょ、マジ頼むぞ、本当に。何のための一番か。そう、繋ぐんだ。うわ、やってもうた、ほんまに。ほんまじごめんなさい、ほんとレイエスファンの方、許してくれやせんよって感じですね。ブンブンブン。さあ、出ました。ちょ、今度こそホームラン打ちましょう。で、やっぱ逆方向ホームランですね。まあ、速球系をどこまで飛ばせるかと、そこが一番気になってます。で、まあ、なんかな、もしかしたら、あの、去年のアリエルがそうだったんですけど、まあ、今回のアニバよりも来シリーズの方が能力とか特殊能力とか強くなってる可能性あるんで、てかやってきそうなんで、本当に困る。よし、オッケー、あ、レイエスわっしょい、フリバー。それいたも、ちょっとどこまでファールかい。フェア、よし。そしてハンソン、ちょ、代打の神様ないと。オワコン、おい、真ん中、中断道だけど、ハンソンフィーバー。いや、飛ぶな、怪力。お、行った、また行ったわ。ちょっと喉枯れそうなんで、フィーバー。絶好調。わー、調子乗った。僕も忘れてませんかと、そう、ビアヌーバー。お前、大丈夫か。いや、それは飛ばんね。残念。よし、2回の表、この回もレイエス回るんで、お、これ2打席連発狙いましょう。やばい、それはダメ。またフルスイング。越せ。ハンソンを越すんだ、お前は。逆方向に。ほい、やばー、2打席連発、レイエス、フィバー。さ、ハンソン2打席連発、レイエスに続き、お前も打つぞ。ほい、なんでやねん、マジ。